えー、今回はね、まあ、あの、特撮とかの動画ではないんですけれど、えー、こちらですね。あの、富樫義宏店にですね、行くことができましたので、その簡単なレポートと、まあ、あとお土産をね、紹介できればと思うんですけれど、えー、まあ、富樫義宏先生ですね。えっ、ー、と、今、ジャンプで、ハンターハンターっていう漫画を、 えー、1998年からね、えー、連載している漫画家さんなんですけれども、僕はもう本当に一番こう自分の人生で影響を受けた漫画が富樫先生なんですよ。1999年版のハンターハンターですね、まあ。いわゆる旧ハンターのアニメがものすごい好きで、そこから本当に原作も集めて、えーまあ、今に至るっていう感じなんですけど、そのね、富樫先生の え、原画展を今東京の六本木でやってまして、なかなかね、あの、チケットが取れ、取りにくいっていう <laughs>、本当に多分今、日本で一番、あの、フォロワーも多い、あの、ね、ツイッターのフォロワーも多い漫画家さんなんで、すごい人気があって、あの、チケットもなかなか取れないかったんですけど、公演があって、えー、ようやく行くことができまして、えー、っとね、もうすごく良かったです。今もまだちょっと余韻に、えー、余韻が残ってるんですけど、タイミングが本当に良かったね。今、本当に本誌の方も、 ね、あの、ハンターハンター熱いんで、えー、<laughs> すごくいいタイミングでいけたと思ってるんですけど、もう原画展ということで、いったまあ感想なんですけど、まぁ、あ、ほ原画はめちゃくちゃ良かったあの、遊白とかのすごい有名なシーンとか、ハンターハンターのね、すごい有名なシーンとかの生原稿を見れて、あの、富樫先生って、あの、トーンをあんま使わないんですよ、スクリーントーンを。手書きで全部こうやってるっていうのがやっぱすごいなと思って。 えーはい、本当に漫画が <laughs> すげえうまいなと思って、あとはそうだね、ホワイトの修正の後とか、そういうのも見れてね。ベンズナイフじゃないけど、優れた芸術家とかは無意識のうちにこう、オーラを込めて物を作ってるってありましたけど、まさに本当に原画に念が込められてるなと思いましたね。で、これがその図録なんですけど、まあ中をお見せできないんですけどね。この図録も本当めちゃくちゃ良かったです。絶対買った方がいいですね。で、大概これ行った人買ってんじゃないかな、もう。 もう本当にね、<laughs> じっと見れないんですよ。めちゃくちゃお客さんが多くて。うん、<laughs> 本当に渋滞してるんだよね。あの、原画を見るのに。とか、全部見るのに2時間ぐらいかかって、で、途中やっぱりちょっと遠くから見る絵とかもあったんで、割と本当量は多いんですよ。たくさんあの展示されてるんだけど。はあ、あとね、まこ、あ、ういった感想としては、ほとんど写真が撮れないんで、カメラとか別に持っていく必要はないなと。 思いましたね。一箇所だけフォトスト、スポットがあるのと、あとは、会場の入り口のそばの柱に、その、旅団とか、えっ、ー、とね、誘惑の潜水とかの、あの、イラストが、ちょっとあるかなっていう。カメラとかほとんど、写真は、写真撮影はほ当とにほとんどできなかったのと、てか基本、携帯をもう、あの、いじっちゃダメみたいな空気だったね。メモとかも、なんか取るの、ボールペン使わないでくださいとか言ってたし、割とその辺は、あの、 ピシッとしてるというか、しっかりしてるというか、まあ作品を守るためっていうことなんですけど、お土産見ましょうか、お土産。まずこれがね、富、え、樫、ー、義し店の来場記念賞ってやつなんですけど、えー、10月28日から来年の1月9日までやってるんですけど、東京では。最後出口のところでこう引き換えてもらえるんですけど、3種類あって、僕がもらったのは、の暗黒武術会の、えー、チケットでしたね。これ <laughs>、すごいんですよ。天空闘技場の,のチケットと、あと、レベル E の 高校野球のチケットだったんですけど、僕はあの、湯枠の暗黒武術会決勝っていうことで、ここ、注目はここですね。試合中の客席の安全は保障されません。生命及び身体はご自身でお守りくださいって。細かいですね。こういう書かれてますね。これ完全ランダムで3種類。うちにどれかがもらえるみたいです。続きはこれがね、ハンター試験のナンバープレートですね。えっと、第287期と第288期の えっと、ナンバープレートと、あと、アクリルバッチステッカーっていうのもらえるものなんですけど、ブラインドで、全部で7種類あるのかな。えっ、ー、と、結構、ハンター試験の時の印象的なあアイテムですよね。あのー、44番、ヒかのナンバープレートをゴンがね、えー、このナンバープレートの取り合いっていうのが、あのー、ハンター試験の内容だったんですけど、えっ、ー、と、全部で7種類ありまして、ゴーン、キルア、クラピカ、レオリオ、ヒかギタラクル、イルミですね。それと、 288機は、キルアが1回落ちてるんで、2回目のハンター試験の時の、えー、っとナンバープレートになるんですが、僕がね、もらったのは、僕が当たったのはね、1219番。2回目のキルアでしたね。これちょっと狙ってたんで、これかやっぱ44番が欲しいなと思ってたんで、すごくいいですね。こう後ろからクリップで止めるような感じになってますね。 で、これが、まだ開けてないんですけど、ヒソカのバンジーガム風グミということで、バンジーガムっていうね、ヒソカの、あの、燃能力を元にしたグミなんですけど、まだちょっとな開けてないんですけど、結構洒落たアイテムとかがいくつかあって、あと、ゴンさんの、えっ、ー、と、定規とか、キルアの、男殺して歩いてるんだスリッパがあるんですけど、スリッパとね、定規はね、行ったらね、売り切れてましたね。最後が、これですね、えっ、ー、と、現役予断のクロ,ロのタペストリーと、まあ、ポケット付きタペストリーっていうのかな。 こちらですね。なんかこれ、前まで家で使ってたのが壊れちゃったから、ちょうどいいかなと思って買ってみたんですけど、再現持って帰ってみると結構使い道困っちゃうな、みたいな感じですね。<laughs> まあ、ということでね、富樫よしひろの簡単なレポートだったんですけど、まあ、今後、全国、大阪とかも巡回するのかなみたいなんで、まあ、関東圏以外の方もね、 ぜひ、機会があれば行っていただきたいんですけど。まあ、そんなわけでね、あの、富樫よしひすごく良かったっていう、まあ、簡単なレポートでございました。